地面に置かれた、くべぶりマラニに埋めたクベブりくべぶりとしても知られるは、伝統的なジョージアワインの発酵、貯蔵、熟成に使われる大きな原家である。取っ手のない大きな卵型のアンフォラに似ており、地下に埋められているか、大規模なワインセーラーの床下に設置されている。くべりの大きさは様々で、容量は20リットルのものから約1万リットルのものまであり、800リットルが、 代表的である。ジョージア南部のクベモカルトリ地域の考古学的発掘調査で、紀元前6000年に遡るブドウの種とクベブリの証拠が発見された。1881年のワインメーカーとクベブリの写真シシグリアのアツアナ村、イメレティのマカトゥバニ村、シュロシャ村、ゥクエムロバナ村、チュヒローラ村やカヘティのバルディスバニ村は、伝統的なクベブリ作りの地域である。 職人の家系は、この古代の手仕事の知識を何世代にもわたって伝えてきた。クベブりの製造に使用される粘土は、その特性がワインのミネラル分に影響を与えるため、慎重に選ばれなければならない。クベブりでのワイン作りは、ぶどうを圧搾した後、果汁、ぶどうの皮、茎、蝶、クベブりに注ぎ、密閉する。その後、 果汁は少なくとも5から6ヶ月間発酵させて、ワインにした後、別の容器に移して瓶詰めされる。残った絞りカスは、ジョージア語でチャチャと呼ばれる。これを蒸留して、ブランデーにしたものも、チャチャと呼ばれる。空になったクベブリは洗浄され、石灰で殺菌され、蜜蝋でコーティングされ、再び充填する準備がされる。伝統的なジョージアのワインは、 統一されたスタイルを表していない。一般的な特徴は、亀の口だけが地上に出るよう完全に地面に埋められたクベブリで、醸造が行われることである。伝統的なジョージアワインのうち、最も珍しく古風な白のカヘティアンワインは、土に埋めたクベブリ内でブドウの皮、種子や茎とともに数ヶ月間醸される。カヘティアン方式は、ジョージアのワイン作りの中でも、 伝統の極端な流派であり、恩恵派いわゆるイメレティアン方式を採用している。カヘティアン方式とは、使用する茶々の量と質が異なる。イメレティアン方式では、茶々の一部のみを使用し、茎は一切使用しない。残りの生産工程は、基本的には、同じように進む。その結果、ヨーロッパの基準に近いワインが出来上がり。 伝統的なカフェティアンのような担任はないものの、この場合は、クベブリでの長期熟成によって、明白に、ジョージアの楽園が押されることになる。カフェティアンスタイルとイメレティアンスタイルの中間は、茎入りのチャチャの3分の1を、クベブリに追加する、カルトゥリケン産の伝統的な白ワインである。ジョージアで、クベブリは、主にワイン作りのために使用されてきたが、過去には、ブランデー、穀物、バター、 チーズおよび他の生鮮食品の保存のために使用されていた。このような大きな統制の貯蔵容器は多くの国々で作られているが、ジョージア、スペイン、ポルトガルで飲みワイン作りに使用される。クベブリを使用しているワインメーカーは、ワインが自然界で安定しており、タンニンが豊富で、科学的な防腐剤を必要としないため、長寿命で優れた味わいを実現していると主張している。 クベブリのワインに含まれるタンニンは、タンパク質の含有量を制限し、濁りを防ぐ。ロシア市場における、ジョージアワインが衰退し減少しているため、ジョージアは、この古代からのワイン作りの製法を復活させ、世界中から熱狂的な関心を集めている。ジョージアの様々な商業的ワイナリーがクベブリワインを海外に輸出し、ヨーロッパやアメリカでは、クベブリでワインを作り始めた。 ワインメーカーも存在する。クベブリとクベブリによるワイン製法は2011年にジョージアの無形文化遺産に登録された。2013年にはユネスコがクベブリでワインを醸造する伝統的なジョージアの製法を無形文化遺産のリストに追加した。ジョージア語には2つの K の音があると。クベイブリーは通常の K で綴られるが、 ジョージア語を標準的なキーボードで入力すると、この K に割り当てられたキーは、実際には Q キーであるため、ジョージア人は、英語では、必ず Q で綴る。このやや誤解を招く綴りは、海外ではかなり一般的になり、多くの公式出版物でも使用されている。ありがとうございます。